ソナー観測による南極ブランスフィールド海峡の海底火山の立体図海底から噴出するマグマ。1963年、スルツイ島の噴火。海底噴火により、新島を形成した。スルツイ式噴火。1、水蒸気の雲に火山灰3クレーター4水5、溶岩と火山灰の総六地層7かど管八8、マグマ黙り急岩脈海底噴火。1、水蒸気の雲。 二、水。三、地層。四、溶岩流。五、気道管。六、マグマ溜まり。七、岩脈。八、枕状溶岩海底火山は、海底に存在する火山。陸上にある火山と同じだが、周りに大量の海水が存在し、その高い水圧がかかるため、陸上の火山と比べると噴火規模は小さいことが多い。ただし、比較的浅い場所で噴火した場合は、 水及び水圧による抑制が効かないため、陸上火山と同規模の噴火を起こす。また、海水がマグマに触れて一瞬に指摘化することによりマグマ水上気爆発が起きることがある。噴火活動が盛んな場合は、山頂が海面から露出して火山島を形成する場合がある。ハワイ諸島ももともとはホットスポット上に生まれた海底火山であった。 過去に現在のハワイの井戸で活動した海底火山や火山島は太平洋プレートの移動により北西方向、つまりカムチャツカ半島の方向へ移動しつつ水没しハワイ海山群や天皇宮間軍を形成している。海上には基本的に人はいないため直接被害は少ないが稀に通りかかった船舶、航空機が被災する場合があるほか津波が発生することもある。 熱水により生息域の水温が上昇したり、噴出物により環境が変化したりして、魚類や藻類に影響が出ることもある。海底火山と火山島とを総称して、海域火山と呼ぶ。ありがとうございます。